一品ゴーシルキッチン。はい、本日のメニューはじゃん、こってりピザラーメンをこちらの家麺こってりを使って作っていきます。ラーメンとピザ相性どうなんですかという疑問もありますが、今日も楽しく料理していきましょう。今回準備していただくものはこちらです。はい、今調理しているこちらの土鍋丼ぶり、こちらの直火にかけられる土鍋丼ぶりということで、天下一品のオンラインショップでご購入いただけますので、興味ある方はぜひご購入お願いいたします。それでは2分30秒経ちましたので火を消します。ここでこちらのラーメンタレを半分入れます。軽く混ぜてなじませます。はい、それではこってりラーメンが完成しましたので盛り付けに入りたいと思います。まずこちらのピザソース、こうね、しっかり混ぜて円になるように、こちらお好みの量でピザソースを少なくしたり多くしたりしてみてください。いい感じだった。ピザといえばチーズですね。こちらをまんべんなくかけていきます。こちらも皆さんのお好みの量でかけてあげてください。そしてお次はトマトとバジルです。こちらを盛り付けていきます。バジルですね。最後にパルメザンチーズをかけてあげてください。こちらもお好みの量をかけてあげてくださいね。ということで完成しました。こってりピザラーメンです。こってりとトマトソース、これは合うのかという皆さん疑問点があるかもしれないですけど、こちらめちゃくちゃ合うんです。